はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は視聴者様から教えてもらったアースクエイクのめちゃくちゃ強い使い方をね、お送りしていこうと思います。かかちゃんのケスケ実況のケスケです。ポウ！ということで、その使い方がね、こちらですね。ケイスケ、マジで今じゃなくてもいいから、いつかクエイクのブーツを育ててほしい。本当にスパイクボーグルと合わせたら、マジで強いから、ババキンの装備で一番周囲を即破壊できる組み合わせっていう、はい、視聴者様から教えていただきました。で、他の動画にもね、コメントいただいておりまして、クエイクのブーツ、スパイクボールと合わせたらめちゃくちゃ強いです。特にライドラ編成なんかで、ババキンやチャカヨ二人で歩かせた時に、広範囲を削りながら、クイーンを中に入れてあげることができます。っていうね、うん。スパイクボールで削りきれない説も、クエイクダメージと合わせて大体壊せますっていう、はい、もう熱意。感じました。もうこういうね、コメント、大好き。もう愛を感じて大好きなんで、皆さんもね、この装備の使い方とか、このユニットの使い方、めちゃくちゃ強いですよってあったらね、全然もうコメントください。はい。なので今回はね、こちらの視聴者様に教えてもらった、クエイクのブーツとスパイクボールの組み合わせ、こちらね、ちょっと検証してきましたので、今回そちらをお送りしていこうと思います。なんで、クラクラ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、今年の目標は登録者11万人なので、まだ登録してない方、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、アースクエイクのブースト、スパイクボールの組み合わせ、お送りしていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。それではね、俺ね、アースクエイクのブーツ全然育ててないんで、公式さんがね、お借りしている開発ビルド、こちらの方でね、検証やってきました。で、アースクエイクのブーツは、カンストすると、能力発動した時に、まあ、半径6マスの壁ぶっ壊して、で、ダメージを 50%、5割も、はい、与えます。もう、施設の HP をね、半分削るっていう、そんなね、能力を持ってるんですよ。で、さらにスパイクボールはカンストするとダメージが3250出ます。で、この組み合わせね、計算したらね、本当にすごいです。はい、何がすごいかっていうと、イーグル砲とかは、ヒットポイント6200ですよね。クエイクのブーツで 50% 削ると3100。で、スパイクボール3250なんで、なんと、この2つの装備の組み合わせで、イーグル砲、はい、能力発動するだけで壊れるっていう、はい、そういうね、組み合わせになるんですよ。で、実際にね、検証してみました。はい、もうね、スパイクボールワンパンできない、はい、施設たちをね、密集させてみました。これに対して、カンストのアースクエイクのブースト、スパイクボール組み合わせるとね、すごいですよ、本当に。はい、発動して、スパイクボールで、ポンポンポンで、はい、タウンホールもこの HP の残り具合、えぐいっすよね。ちなみに、タウンホールは、HP ね、1万なんで、50% で5000になって3250。スパイクボール飛ぶでしょ？だから、1750とかになるの？能力発動するだけで HP が。っていうぐらい柔らかくなるんですよ。これはね、確かにすごいわ。で、ちょっとね、実践編で、使ってみました。まずはね、ルートライダーラッシュでね、やってみました。でね、まあ、さっきみたいな、施設の塊具合は、まあ、なかなかないですよね。ないですけど、なんかタウンホール16とかって結構ね、中心部分に、HP 高くて強い施設固めてること、結構ね、そういった配置ね、結構あるんですよ。なので、そういった配置にね、なんか強い施設密集してるところに、うまいことババキンのクエイクのブーツとスパイクボール合わせたから、確かに強いなと思って、ちょっとね、やってみました。はい。まあ、ただね、コツとしては、ババキンが、こういうところにスパイクボール発動するには、ババキンが生き残ってないといけないっていうね、ちょっと大前提があるんですけど、うまいことね、刺さるとね、ほんと確かにこれ強えなって、なりましたね。一瞬で HP 高い説、持っていけるんで。で、ちょっと、そのシーンまでちょっと倍速でお送りしていきますね。はい。こうやってね、こう削っていくわけですよ。で、中心部分、はい、タウンホール区画とかに関しては、はい、オーバーグローでずっと固めてってあげます。で、うまいことね、ちょっとね、ババキンがね、最後まで生き残って、最後にタウンホール区画に行くんですけど、ここから行きますよ。さあ、向かってきました。で、ここから、はい、ちょっと遅くしますよ。で、ここでさあ、ババキン、能力発動させていきます。タウンホールとかにも、はい、ダメージが入っていく。で、ポンポンポンで一瞬にして、こんだけ、はい、ぶっ壊していきました。で、タウンホールも、HP 5割削れてたんで、もうすぐ壊すんですよ。はい、これぶっ刺さると、確かにね、強いなって思いました。
はい、こんな感じで使います。ちょっともう一回見ていきますよ。ちょっともう一回、さっきちょっと遅く、してね 0.5 倍速でちょっと見ちゃったんで、あの等倍でちょっと見ていくんですけど、確かにね周囲一瞬で壊すんですよね。笑っちゃいましたねこれ。はい、こうやってね、こうね、いつも通りにね、オーバーグローでタウンホール区画ね固める、こうもう定番の攻めになってますよね、もうこの攻め方で。ずっと固めてってあげて、最後残った強い施設たちを、ね、これだけねオーバーグローで固めたおかげでたくさんユニットが生き残って、さあここで能力発動、ポンポンポン、インフィオタワーとか一発で壊してきましたね。あれだけの強い施設、はい、消えました。なので本当にね、即周囲の施設を一番即破壊できる施設、装備の組み合わせっていうのは納得いきました。あとね、他の陸編成とかだと、最近俺がやってるねスパクネク編成とかも、うん、結構良かったですね。これこの編成ね、まあ、ジャンプ2枚積むことができるんですけど、やっぱ他の呪文もね16とかになってくると積みたいんで、ジャンプ1枚しか積んでないんですよね。スーパーウォールブレーカーここら辺開けてって、でジャンプで入っていくんですけど、どうしても奥の施設のここら辺ね止まっちゃう時とかもあるんですけど、やっぱクエイクのブーツ積んでるおかげで、ここら辺で発動するとここの壁開けてくれて、さらに奥に進みやすくなるっていうメリットありましたね。うん、はい、なのでここからね入れていくわけですよ。確かにね、スパイクボールとかだと、例えばスパイクボールとレイジ役とかの組み合わせ、あとジャイアントガントリットとかの組み合わせとかだと、例えばなんですけど、スパイクボールだけだとこう施設、ね、にこうダメージ与えて飛んでくるんですけど、奥の方の施設は大工さんが回復しちゃったりとかっていうことがあるんですよね、残ると。うん、やっぱ一撃で壊せないと施設ね回復されちゃったりとかっていうことがあるんですけど、クイックのブーツであれば本来だったら、スパイクボール一撃で壊せなかった施設も壊しきれるっていうのは確かにメリットだなっていう感じはしましたね。さあここからね、さあババキンがここから能力を発動していく、まだしていかないで、ここでさ能力を発動していきましたね。はい、発動してって、はい、なんかはいはい、こんな感じで一瞬で壊していったっていう感じですね。まあ、ただなんだろう、ここの周囲の施設壊すだけで、そっから後の奥の方に施設ダメージ与えたいなっていう時とかだって、まあジャイアントガントリーの方が部があるかなっていう感じはするんすけど、まあでもね、確かに強いなって思いました。まあ、ただ優先度的にはまだね、クエイクのブーツ育ててなくて、レイジー役とかガントレットとかスパイクボール、育ててる途中っていう方はまだ全然、はい、上げ切っていいと思います。なんかだいたい強い説上げ切ったな、なんか他に上げようかなってなったら、クエイクのブーツとかも確かに選択肢入ってきそうだなっていう、うん、感じですね。はい、なので教えてくださってありがとうございます。これは確かに本当やっててね面白かった。さあ最後にドラゴン編成でね外周歩かせたパターンとかねお送りしていくんですけど、ただね今回ねこれはねあんまうまく使えなかった、ちょっと俺には難しかったかもしれない。俺的にはなんか陸編成で使った方が面白いかなっていうふうには思いましたね。さあここで能力発動してってあげると、まあ、ここら辺まで飛んでっちゃったんで、うん、ちょっとうまいこと活かせなかったかなっていう感じでしたね。はい、なのでね、まあ、クエイクのブーツあんま強くないとか使ってないとかなんか俺言ってたんですけど、普通に評価ちょっと今回のこの組み合わせでねちょっと上がりましたわ。うん、面白いし気持ちいい。ただ俺ね鉱石が本当足りなくて、全然他のノーマル装備も上げれてないんで、ちょっとねクエイクのブーツね結構育てんの先になっちゃいそうですね。ケースケ実況局ではただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい、そんな感じで今回は視聴者様に教えてもらったアースクエイクのめちゃくちゃ強い使い方ですね、こちら動画でお送りしていきました。いや自分も、ね、鉱石全然足りてないんでね、廃課金動画のたびに鉱石ねレア装備に突っ込んで即カンストさせたりとかしてるんで、他のノーマル装備全然揃ってないんで、いやークエイクのブーツもねちょっとね組み合わせやってみたいなって、本垢でやってみたいなっていう風に思いましたね。はい、ということでこういう風にカラカラ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよっていう方がいましたら、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメンにシェアの方よろしくお願いいたします。
はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。